筆書きは筆の穂先に似た独特の実の形からその名前がついたと言われ、豊富な果汁と濃厚な甘さが特徴です。幸田町と西尾市では合わせて59軒の農家がおよそ35ヘクタールの畑で栽培していて、全国シェアの 95% を誇ります。このうち吉野秀子さんの畑でも収穫が始まり、色づいた筆書きを一つ一つ丁寧に収穫していました。 JA の選果場では傷の有無や色などを確認して手作業でより分けた後、選別機で仕分けられ、大きさごとに箱詰めしていきます。今年は猛暑の影響でやや色づきに影響がありましたが、全体としては例年通り甘くて美味しい筆書きができたということです。出荷は11月上旬まで続き、およそ420トンが出荷されます。